こんにちは、交通地理アドバイザーのちゃんぽんです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。簡単に自己紹介をしますと、仕事は夜勤でトラックの運転をしてコンビニ配送をしている傍ら、仕事終わりの時間とか休日の時間を利用してこのように道や交通に関する動画を作って YouTube にアップロードするという活動を行っております。私が今やってる仕事、コンビニ配送も非常にやりがいのある仕事で、毎日楽しくやらせていただいております。さて、今回のテーマは名阪国道についてです。関西、とりわけ大阪から名古屋に向かう場合、どのような行き方で向かわれますでしょうか。まず一番早く行けるのは東海道新幹線ですね。新大阪駅から N700 系ののぞみ号に乗れば、途中の停車駅は京都のみで、その時間わずか50分足らずで名古屋駅に到着してしまいます。その他にも、まあこれは関西特有かもしれませんが、近畿日本鉄道という巨大な私鉄がありまして、近鉄特急を使って名古屋まで行くことができます。これに乗れば時間は約2時間ほどかかりますが、難波からわずか4340円で名古屋まで行けてしまいます。一方、自動車での名古屋への行き方もいろいろとありますが、国道1号すなわち東海道は東京から大阪までつながっておりますので、もちろんその途中に名古屋があるので、国道1号を使えば名古屋着くんじゃねと思った方、正解でございます。大丈夫です、着きます。ただしかなり遠回りになって時間もかなりかかってしまいます。ではもっと早く行きたいとなると高速道路を使います。その場合、名神高速道路、または最近どんどん工事が進んでおります新名神高速道路などがあり、まあどちらももちろん有料ですけども、快適に名古屋大阪間を移動することができるでしょう。しかし今回スポットを当てるのは有料ではなく無料の準高速道路、こちらの名阪国道です。名阪国道は奈良県の天理インターから忍者で有名な三重県の伊賀市などを経由して三重県亀山インターまでをつなぐ長さ 73.3km の道路です。大阪側の西名阪自動車道と三重県側から名古屋方面に向かう東名阪自動車道と直通しており、それら全て合わせて大阪名古屋間をつないでおります。この名阪国道って高速道路じゃないの？とこのように疑問に思われると思いますが、これが少々ややこしくて、自動車専用道路ではあるんですけども高速道路ではないんです。自動車専用道路で途中に信号はなく、この道への入場はインターチェンジを介します。また標識は高速道路と同じく緑字に白文字、さらに 125cc 以下の二輪車は通行禁止、このようになってるなど、ほとんど高速道路なのですが、その一方で通行料金は開通当初から無料で、インターチェンジの間隔が非常に狭く、2から 3km 間隔ごとにあるほどです。なんと長さ 73.3km の道路の間に合計30個もインターチェンジがあります。最高速度は時速 80km ではなく、ほとんどのところで時速 60km となっております。飛ばしまくってるトラックよく見かけますけどね。そんな感じで準高速道路といえる名阪国道なのです。そんな名阪国道、不名誉なことに福住インターチェンジから天理東インターチェンジの間に、空から見るとギリシャ文字のオメガに似たような形のカーブがあります。それをオメガカーブと呼ぶのですけども、そこでは日本の 10km あたりの死亡事故率ワースト1位となってしまっているのです。このオメガカーブ、区間の長さとしては約 10km ほどなのですが、とにかくまあ交通量が多く、急坂と急カーブが連続している上、猛スピードが出ていたら遠心力に負けてぶつかってしまうわけですね。この急カーブっぷりは本当にここが自動車専用道路なのかと目を疑いたくなるような光景です。それでは実際に地図で名阪国道、そしてオメガカーブを見てみましょう。まあ、名阪国道がどこにあるのかといえば、こちらの辺りですね。奈良県の天理市あたりをズームインしていけば天理インターが見つかります。そして天理インターからこのように東に進んでいきますと、こう山の方に向かっていって、出てきましたね、このオメガカーブ。本当にギリシャ文字のオメガのような形をしています。名阪国道はこの先もずっと東に続いて
山の上を通って三重県の亀山インターまでつながっています。三重県の亀山インターから先は東名阪自動車道となります。そんな危険な道はどのようにして誕生したんでしょうか。時代は1962年にまで遡ります。今から半世紀以上も前の話です。当時奈良県から三重県や中京圏への道はほとんどなく、そんな中交通量だけがどんどん増えていっている中、新たな道の建設は急務になっていました。そんな中、当時の建設大臣河野一郎さんが三重県を訪れた際に、沿線に住む人々に対してこのようなすごい公約を言ってのけたのです。それは亀山天理間に無料の自動車専用道路を1000日以内に建設しますと言った内容でした。もともとこの名阪国道、一般国道として作られる予定だったのですが、この河野一郎さんの公約を受けて高速道路の規格を取るように大幅な構造の修正が行われました。今使っている名阪国道のことを考えれば、河野一郎さんあっぱれと言うべきなのでしょうか。まだこの時には分かりません。工事が始まったのは1963年昭和38年のこと。この時河野一郎さんが堂々と公約で発表してしまった1000日以内で完成させるということから、1000日間で道路を完成させることが目標となっており、このことから後に名阪国道は別名1000日道路とも呼ばれるようになりました。そして実際に2年後、1965年の12月16日に1000日以内で完成させてしまったのです。完成時には盛大に祝賀パレードも行われたようです。これは祝賀パレードが行われた際の写真ですが、結構大々的なパレードで、見ている人々も日の丸を振って、皆さん道路の完成がすごく嬉しそうで、写真を見ているこちらにまでその嬉しさが伝わってきます。さて、先ほど皆さんと一緒に地図で見たオメガカーブですが、ではなぜこのような突拍子もない形のカーブが生まれたのでしょうか。まあ地図で見る限りだと、そのまま直線的にまっすぐつないだ方が効率いいように見えるんですけども、実際には勾配、すなわち道の傾きが大きく関係しているのです。もうわかりますよね。そうなんですよ、天理インターから福住インターあたりまでは一気に山の斜面を登らなくてはならなくて、オメガカーブの始点と終点は直線距離で結べばたったの 2km ほどなのですが、標高差はなんと 250m もあるんです。もしこれをオメガのようなあの曲がりくねったカーブにせずに直線の道路で結んでいたとすると、想像に難しくないと思いますが、ものすごい坂になってしまいます。これは箱根駅伝5区の慶明学園前あたりの勾配とほとんど同じ勾配なんですね。もし勾配をなくしたければ山の上を走るのではなく、トンネルを掘ったらよかったんじゃないかなと、そういうふうに思うかもしれませんが、当時はトンネル掘削マシンもない上に、トンネルを掘るとなると予算もそして時間も莫大にかかってしまうと、ということでトンネルはできなかったようです。先ほど述べたように、河野一郎元建設大臣が1000日間で完成させてやるって言っちゃってるんで、急がないといけないですしね。もし時間に余裕があればトンネルもできたかもしれませんが、時間と費用をカットした結果、自動車専用道路とは思えないほどの急カーブを繰り返す、その名もオメガカーブが完成してしまったのです。まあとは言っても、当時としては素晴らしい道路で、もちろん現在でも素晴らしい道路なんですけども、この道が完成したことによって天理から亀山までの移動時間が大幅に削減されました。もし名阪国道が自動車専用道路ではなく普通の一般道路だったら、天理から亀山まではもっともっと時間がかかっていたでしょうし、さらにもっと渋滞も発生したことでしょう。大阪名古屋移動の際、無料で通行できるので、通ったことがないわという方はぜひともね、通行する際にはカーブやスピードに十分気をつけた上で、一度オメガカーブ自動車で通ってみてはいかがでしょうか。ちなみにこの道を1000日間で完成させるという超ハードモードな公約を掲げた河野一郎さんは政治家一家で、現在の防衛大臣の河野太郎さんのおじいさんにあたります。この動画が少しでも良かった、面白かったと思っていただけた方は、高評価またはチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。またコメントも随時お待ちしております。本日もご視聴ありがとうございました。